はい、こんにちは。今日はね、デスガーデンプレイしていきます。デッドバイデイライトを作ってるところの新しい新作のね、なんだろう、非対称対戦ゲーム。1対5で戦うんだけど、まあ、早速、クローズベータ当たったんでね、プレイしてます。で、ちょうど今、ハンター側かな？なんか武器、なんでもいいかな？なんか、ショットガンとか、マシンガンとか、そういうのでいい気がするな。で、まあ、まだちょっとしかプレイしてないんですけども、デッドバイデイライトとなんか、まあ、ルールは似てるよね。なんか逃げるか、殺されるか。で、ハンター側なんでね、コース側っていうことでね、まあ、遠距離攻撃を使って倒していくわけですが、ルールは結構簡単で、なんか3つオブジェクトがあるんだよね。そのオブジェクト2つ占拠されたら、出口が出てきて逃げられちゃうみたいな。まあ、デッドバイデイライトと同じだよね。あれはなんか5つだっけか。で、こっちはハンターを3人倒せば勝ち。さあ、まあ細かいルールよくわかんないので、とりあえず適当にプレイしていく。これなんか撃つとマークつくんだよな。これ何なんだ。おっと、敵が映ってる。さあ、早速やってきた。こんにちは。さあ、バリバリ敵を撃っていく。一人倒す。で、このタレットね、タレット置いとくと勝手に撃ってくれるんだよね。下、死んだやつどうしたらいいんだ。このタレット結構強いっすね。で、なんか、よくわかんないけど、なんかね、いろいろあるんだよね。黄色いのがね、弾で、青いのが、なんか自分のスキルを向上させることができる。これね、これを上げると自分のスキルがちょっとずつね、あの武器のとこにプラス1って書いてるんだけど、威力が上がっていくと。これ赤がいまいちよくわかんねえんだよな。さあ、自分の武器を強化していく。で、弾もゲット。で、今のところ特に占領されてるような感じじゃない。あ、奥に人がいますね。さあ、急所に接近して。さあ、いた。見失ってしまった。いた。ちょっと待って、リロードができないぞ。あ、走ったらリロードが解除されるのか。よーし、倒した。で、こいつを処刑していく。さあ、敵の場所どこだ。この近くに。あれ撃ったら何だ、なんかマーキング作ったらすんのかな。よくわからんけど、ちょっと使ってみようか。よくわかんねえな。いまいちだな。おっと、敵がいる。さあ、待て、お前待て。どうしたらいいんだこの倒れてるやつ。ブラッドポストフルって書いてんだけど、どういうこと。これどうしたいの。もうなんか入り口付近でまた銃声が。あ、なんか倒れとるわ。ここに設置しとこうかな。どうしたいんだ。この赤いのでも吹き出しとくか。お、なんか誰かお焚き火あげて。ちょっとなんだ、奥のやつ気になる。あれを追いすぎて取りに行きましょう。なんだこれ。なんか取った。なんか取ったけど、よくわかんねえな。スタミナ。もうなんか回収とかが早くなる。おお。どうしたらいいの。あと一人倒せばいい。さあ、最後の一人、どこにいる。あ、あっちか。ランクを上げて、おそらく A の方に行ったであろう旦那たちを
探しに来たが一貫ない。これ何？ちょっと打っとけ。なおれ、おエグゼキューティングだって。おお、ああ、あれと同じか。ああ、処刑しちゃった。ファイナルランナーエリミネイテッド。あれ、俺まだ一人しか処刑してないのに、なんか終わっちゃった。もしかして。ハンターウィンってよくわかんないけど、ちょっと終わっちゃいましたね。ちょっといまいちよくわかんなかったんで、もう一回プレイしていきます。速攻ちょっと